さあというわけでそろそろ準備の方はいかがでしょうか。大丈夫でしたらば画面を、はい、ありがとうございます、はい、大丈夫そうですね。じゃあ始めたいと思います、はい、さあじゃあもう私の掛け声でまた始めてもらっちゃっていいですか。はい、はい、お願いします。さあ行きましょう。メタルギアオンラインエキシビジョンマッチ in 東京ゲームショー2015第2試合スタートです。さあということで、今、こちら防衛チームの方の画面になっています。はい、防衛チームですから殺傷武器のみですね。そういうことですね。さあ、お今回たまたまオセロットがプレイヤーキャラクターになりましたね。オセロットが持ってる今このトルネード6というこの武器が二丁拳銃ですね、はい、ちょっと構えてみると分かりますが、はい、二丁拳銃でこういう形になります。さあこれが非常に強力なんですが、はい、ただマーキングしてない敵にはホーミングしませんので、だからまだ透明のいわゆるスタンス迷彩がみんなついてますから、はい、どこにいるか分かんない状態ではホーミングはもちろんしません。じゃあまずは敵を発見することが一番大事ですね。そうですね。では、じゃあ逆に潜入側の方にちょっと画面を切り替えたいと思います。はい、しっかりステルス迷彩ですね。かなりステルスで、やはりでも影は出てしまうんですね。そうです、今回もですね前作同様に影は見えてしまいますので、はい、だからもう日陰をうまく進んでいくっていうのが重要。あ、今見つかりましたね。出ちゃった、まあ、こういう時はちょっとやり過ごすと。はい、5秒間アラートフェーズになってますから、はい、その間はちょっと逃げ切るという形になりますね。お、今危なかったですね。防衛側に今見つかったところですね。危なかったですね。ちょい見つかってますねこれね。ただまあ人数多いんでね、かなり慎重に今ね立ち回ってる感じが伺えますけれども、はい、ゲーム画面中にですねちょっと丸いマークの A と B とついた、あ、今 CQC できましたね。ナイス、あ、首切りですね。1人これで相手を排除することができました、はい、でディスクマークが A、B と2つ出てると思うんですが、はいはい、こちらの A、B が回収すべき今ディスクですね、はい、なるほど、はい、さあ今遠くから麻酔銃であの今ね次ですね、アルファチームの敵を今狙っているところですがアラートフェーズになってしまったので今一旦隠れると、はい、しかしこのプレイヤーはだいぶやり込んでるなあ。ちなみに今回 あのステルス迷彩は武器も一応ステルスするんですね。そうですね、武器も相手から見えません、はい、前回のはね構え、持ってる武器は映っちゃってたんで、はい、前よりもさらに進化してるという。ただ時代設定はもっと前のはずなんですよね。そうですけどね、進化しました。はい、さあ今気づかずに通り過ぎた人、おっと、尋問行くか、うまいなあ、尋問じゃなかった、素晴らしいですね、はい、さあどんどんキルしていきます。何気にこう今潜入側の方が有利かもしれないですね。そうですね。じゃあ防衛側の画面に切り替えましょうか。見てる限りで2人さあまたもや出ました。何、はい、でしょうね、ホップしてても説得力はないですね、この格好はね。ディスクが今取られましたね。これはまずい。ディスク B が今取られました。さあこうなったらアップロードされないように何とかしなきゃいけない状況ですが、さあ現在6対6ですかね。結構皆さん残ってますね、はい、頼む頼むという、さあ頼む頼む言って結局間に合わなくてフルトン回収されちゃってましたね。誰かフルトンされたんですね。やっぱりちょっと近くにいないとなかなかフルトン回収阻止するのも難しいですからね。今回ですね、はい、プリセット無線がもちろん使えるんですが、はい、実はそのプリセット無線をあのちょっと進化させまして、はい、ショートカットプリセット無線という新しいシステムも用意してあります、はいはい、でショートカットプリセット無線はワンボタンでコミュニケーションが取れるんですが、はい、CQC で拘束されている時や、はい、フルトンでこう釣られている時にあのチョン押しをするとですね、はい、自動的に助けてとか頼むとかっていうのをコールできます。おー、はい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 、ですので例えば頼むとか助けてっていうのが連行されていたら、うん、どうもどっかでフルトン回収されてるぞと今にも連れて行かれそうな味方がいるんだなと。そういうことですね、はい、お、ディスクが今、あ、今相手スネークですね。お、何かすごい戦いになっているぞさあでもまだディスクを持ってる人見つかってませんね。このままどこにいるんでしょうね。あ、今ディスク持ってる人来ました。さあ、乗っかられました。ポイントについてしまった。さあ、さらにこの上で戦うとこのプロが間に合わないか。え、今のアップロード成功ですね。おお、全滅、はい、全滅って言ってましたね。間に合ってなかった、ギリギリ間に合わなかったですね。ギリギリ間に合わずに全滅。うわー、惜しかったですね。すごい接戦でしたね今。これはね、中央大学 FPS 部連合の伊藤兵たち、はい、うん、私が教えた通りに戦っています。お見事。
いや素晴らしい、今のは、ブラボーチームの勝利、勝利という、ね、いや今のは完全に勝ったと思いました思いましたね、はい、ただ間に合ってなかったですね、おそらくお互いにちょっと勝ち隠したので、そうですね、結果見てあーってなったんですよね。さあそして第2試合目が始まりました。さあここであえてステルスしないでいくのか、はい、それはさすがに無謀ですね、さすがにそれはあれでしたねあのですね、まあ、はい、あのこのミッションは一度倒されてしまうと復活できないというミッションですので、全員倒されてしまうとその時点でミッションは終了になります。なので先ほどはまさに潜入チームがあとちょっと生き残っていれば勝てたんですが間に合わなかったんですね。でも逆に言うと一人ずつ確実にこう仕留めていくというのも戦略の一つということですよね、はい、そうですね、はい、防衛側はで今回はですねマーキング、双眼鏡によるマーキングで味方に敵の位置をこう共有することができますので、はいはいはい、潜入側はまず最初はこうマーキングですね、いかに敵を見つけるかってところを、お見えてしまった、しかしちょっと見つかっちゃってますね、味方が見つかってる感じですね。じゃあちょっと防衛側に切り替えたいと思います、はい、さあ防衛側はまだ敵を探している状況と、さあ現在何対何ですかね、今まだ誰も倒されてない感じでしょうか。さあちょっとどうでしょうか、あ今敵のステルス迷彩が解除見つかった感じですね、はい、8対8ですね、まだ誰も倒されてない、はい、さあさらに今向こうでは敵の位置が分かる、今エネミーロケーター、 E ロケーターを投げられてしまいましたね、はい、ロケーター内を敵が通過するとこれは敵の位置を把握できるというものですね、はい、そうですね、今逆に投げられてしまって自分にマーキングされてしまいました。おっとこれはまずい、このマーキングはどうやって解除は、解除はですね、はい、複数方法があるんですが、はい、マーキングへの最強の対抗手段が実は段ボールなんですね。ダンボール、ここで段ボール、はい、段ボールをかぶってですね、はい、一定時間待つと、勝手に必ず外れます、もしくはダンボールをかぶって緊急脱出ですね、はい、飛び出してこうダンボールを置き去りにするとですね、そのダンボールに実はマーキングを残すことができます、うんうん、なるほど、おとりに使うことができるんですね。そうです、ダンボールを逆に相手にマークされたことを利用して逆手に取ってマーキングを残して騙すってこともできます。なるほど、これは面白いですね、このねマーキングを残して拡散することができる、あ頼む頼む言ってました、誰か釣られてますね、これ誰か釣られてしまいましたさあ緊急無線、緊急無線が入っているが、さあじゃあ潜入側に切り替えましょう、はい、あ、手薄からこの潜入側はこう、あ、秋野さん倒されてしまいましたね、なるほどこれはスペクテーター画面ですね、じゃあちょっと仙太郎さんの、はい、私は生きてるんじゃないですか、二人とも倒されてますね、私もやられてましたね残念ながら、はい、まあ、倒されてしまうとですね、このようにスペクテーター画面、はい、いわゆる観戦画面に入って、はい、味方を応援する画面になりますので、はい、頑張れという形でいろんな味方をちょっと見ていくという形ですね、はい、今のところ潜入側は5名ですね、5名生き残ってますね、あ、回収しました、おっと、誰が回収したんでしょうね、さらにもう一つも回収、回収しました、どちらかが、さあ、あでも見つかりましたね、見つかってしまうのか、ここでうまく回避ポイント、マップ上バレてる、バレてる、やられた、ここでうわかなり不利になって、あさらにやられてしまった、残り3名、残り3名、一気に畳みかけられてきた感じがしますね、さあ残り2名ですね、リスクは持っている状況、さあ果たしてなんとか帰れるか、ここで私が今どの辺にいるか言っちゃったら全部パーですよ、そうですね、はい、なのでちょっと場所は言わないようにしますけれども、さあもちろん回避ポイントの方には向かってますからね、はい、回避ポイントはディスプレイのようなマークですねの方に今向かってます、そちらの2つ今回回避ポイントがありますので、どちらでも良いです、どちらかにアップロードを してるすれば、まあ、潜入側の勝利という形になります、行きやすい方に行くと、はい、さあ今ちょっとね、仲間の味方の支援が少ない状況なの で、うん、そうですね、慎重に進んでいますね、はい、さあ現在防衛側は何名いるんでしょうね、2対今これは相手側のスコアボードをちょっと、あ、2対、あこれ2対2ですね、2対2、おー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 、あさらに今しまいました、ね、この状況です、ね、あーこれは厳しい、これは今おそらく大きい少佐の指示でスコアボードを出した時に油断しましたねさあ潜入が1に防衛が2ですね、はい、1対2となってしまいましたが、さあやっぱりやられてしまいましたね、あこれは全滅と、いややっぱりアップロードポイントで待っているというのはこれはかなり有効なんですね、
はい、ということで、はい、まあ、今回両方とも、うん、まあ、チームが全滅という形になりましたので、はいはい、1勝1敗スコア勝負ですね。おっと、これもブラボーチームが僅差でポイントスコアが高かったということで勝利となりました、はいはい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。というわけでブラボーチームが2つとも、ね、見事に勝利ということで、まあ、特にブラボーチームはこう